竜太、ちょっといいかな。竜太にしか相談できないことなの。どうした、マナ。私今カフェでバイトしてるんだけど、魚社員さんに変な誘いされてて。マジか。てか、そもそもバイトしてたのか。そうなの。学校には内緒なんだけどね。なるほどな。変な誘いって？彼氏いるのとか、俺の家に来ないとか、全然そんな気ないのに誘ってくるの。モテモテじゃん。全然モテたくない。付き合いたくないのか？だって向こう45歳だよ。思ってたより年上だった。でしょ？しかもダンディとかそういうのからかけ離れてる。じゃあ無理だな。だから相談してるの。すまんすまん。どうしたらいいかな？無視してたらいいんじゃね？最初にそれしてたけど、無視しても全然折れないの。何もなくても毎日 LINE 来るし。ブロックしたら？気まずくなるじゃん。別に良くない？シフトとかも被るから、なるべく穏便に済ませたいの。あんまりひどいならやめたら？バイト先変えるってこと？そうそう。その人以外はいい人なの。それに高校生雇ってくれるところってあんまりないの。仕事を覚え直すのも面倒だし。ああ、どうしようもないな。ごめんね、固まってなくて。いいアドバイスできなくてごめん。うん、リュウタに話してちょっと楽になった。また話聞いてほしい。オッケー。数日の。リュウタ、やっぱ限界かも。彼氏いないなら俺と付き合えとか、そういうこと毎日言われる。私彼氏できたことないし、どうしたらいいかわからない。作っちゃえば。できたら苦労しない。ねえ、私の彼氏になってくれない？え、俺が？うん。いやそれは。もちろんあれだよ、仮だよ。仮？うん、仮の彼氏。そのフリーターを諦めさせるのに、私の仮の彼氏になってほしいの。まあそういうことにしてくれていいよ。本当？うん。何か言われたら彼氏できたって言えばいいと思う。ありがとう。翌日。信じてくれなかった。え？彼氏できましたって言ったのに、どうせ嘘だとか言われたの。実際写真とかもないし、それ以上強く出れなくて。かなりしつこいな、その人。そうなの。明日の放課後って何してる？ん？何もしてないけど。私のバイト終わるのが21時なの。その時に彼氏役として迎えに来てくれないかな。え、俺が？うん、俺もちゃんとする。だからお願いします。まあ、迎えに行くくらいなら。嬉しい。じゃあ明日よろしくね。オッケー。翌日。リュウタ、ありがとう。完全に信じてくれたみたい。ああ、よかったわ。でも彼氏ってあんな感じなんだね。私、彼氏できたことないから、なんか不思議な感覚だった。俺も仮彼氏なんか初だったわ。リュウタは何人も彼女いたの？そんな何人もいないよ。実際私で何人目なの？その言い方やめろ。中学の時に3人で、高校で1人だな。すごい。でも今はいないんだよね。いたら仮でも彼氏は無理だよ。そうだよね。ちなみに明日は何してる？え、明日も仮彼氏出動？あ、違う。明日はバイト休み。え、じゃあ何？今日来てくれたお礼がしたいの。え、お礼？うん、パスタとか好きかな。もしよかったらご馳走させて。いや、それは悪いよ。なんで？バイトしてるからお金はあるよ。いや、見返り求めてやってないし。でも私はすごく感謝してるの。だからお礼がしたいの。じゃあ、学校の購買部のパンでいいよ。え？チョコチップメロンパン好きなんだ。どうしてもそれがいいの？うん。わかった。翌日。リュウタ、彼女できたの？はい？同じクラスのマナと付き合ったんでしょ？付き合ってないよ。噂で聞いたよ。しかも今日一緒にお昼食べてたんでしょ？あー、パン買ってもらったからな。ほら、付き合ってんじゃん。違うんだよ。仮の彼氏なんだよ。チャラすぎ。違う。語弊が生まれる言い方した。マナのバイト先にややこしい人がいて、その人に諦めてもらうために俺が仮の彼氏やってんの。え？昨日もそれでマナのバイト先まで迎えに行った。そうなんだ。今日の昼のパンもそのお礼でもらった。
向こうは放課後にパスタをおごりたいって言ったけど、さすがに悪いから断ったわ。それさ、マナは多分好きだよ。ね。困ってるのは本当かもしれないけど、リュウタのことはガチで好きなんだと思うよ。マジか。どうなの？自覚あったの？最初はないと思ってた。でも昨日パスタ誘われた時は、これって口実だった？ってなった。私は口実だと思う。マジか。その調子だと付き合うのは無理なの？いやまあ好きじゃないからな。好きな人いるの？いるっちゃいる。いないなら付き合いなよ。俺これ罪なことしてる？まだ大丈夫なんじゃない？でも向こうはこれからグイグイ来ると思うよ。それに毎回合わせたら有罪になっちゃうかもよ。じゃあもうやめとくわ。うん、そうしな。1時間後。リュウタ、今日はありがとう。購買部のパンって美味しいね。あれなら毎日食べたいと思うかも。マナ、パンありがとう。実はね、明日もバイト出勤なの。迎えに来れたりは無理かな。ごめん、明日無理だ。そうなんだ。なんとか一人で乗り切って。応援してるわ。うん。翌日。セクハラされた。怖くて動けない。助けに来て。どういう状況？口で説明できない。お願い助けて。リュウタしかいないの。お願いします。わかった。今どこにいるの？バイト先のバックヤード。すぐに行くよ。1時間後。やられたわ。何が？マナに嘘つかれてたかも。どういうこと？もう二人で会わないって決めたけど、セクハラされて動けないってLINE入ってたんだ。さすがにピンチだと思って待ってる店に行ったらケロッとしてた。セクハラされたって聞いてたし、泣いてるのかと思ったら違ったんだ。それ指摘したらそこから泣き出した。やばいじゃん。結局泣き続けてどうにもならないから家まで送って行ったんだよ。優しすぎだよな。帰る時に制服の裾引っ張られたけど、それを振り切って帰ってきたわ。帰ってほしくなかったってこと？多分そうだと思う。実家だよね。高校生で一人暮らしするわけない。家に泊まってほしかったのかな。いやさすがに強引すぎるよな。てか何より嘘がしんどいわ。マジでピンチだと思ったから駆けつけたのに、笑顔だったのは引いた。なんかね。でもセクハラは本当なんだよね。それもどうなんだろうな。名前とか一切言わないしな。怪しい人物も俺は見てないし。じゃあ怪しいかもね。マジで疲れただけだったわ。お疲れ様。暴飲暴食したい気分だわ。カホって明日の放課後なんかある？ないよ。サイゼ行くからついてきて。いいよ。マジ？うん、私も行きたかったし。5分後。リュウタ、今日はありがとう。あと、さっきのあれだけど、本当に特別な意味はないから。うん、わかってる。明日は何してるかな？今日来てくれたお詫びに何かご馳走させてほしい。ごめん、明日は予定あり。それと前にも言ったけど、お礼とかは別にいらないよ。購買部のパンももらうの悪いし。そんなこと言わないでよ。私は恩返ししたいの。だから何かさせて。私にできることだったら、何でも言うこと聞くから。リュウタの命令だったら何だって聞くから。あんまりひどいなら店長に相談すべき。こういうのは店の責任者とかそういう人に対応してもらおう。うん。翌日。このままじゃやばいかも。さっきまたセクハラ発言された。お前の初めて奪ってやるとか、そんな卑猥なことばっかり言われた。私そういう経験ないからわからないんだけどさ、初めてって痛いんだよね。それに大切にした方がいいんだよね。このままじゃいつ襲われてもおかしくないと思うの。本当に深い意味はないし、それだけでもいいから、私のこと抱いてくれないかな。私を女にしてくれないかな。ごめん、マナ。それは無理だ。なんで？俺、もう彼女いる。彼女？そんなのいないよ。さっきできたんだ。ごめんな。彼女できたからそんなお願い聞けないし、いなかったとしてもダメだよ。そんなお願い。バイトのおじさんが本当に無理なら店長に相談するべきだよ。初めて奪うとかマジでありえない発言だし、一発アウトだと思うんだ。だからマナが辞めなくてもそのおじさんが解雇になると思うよ。解雇になってもあいつは存在する。いつか夜道で私が襲われるんだよ。そんなの怖くて無理だよ。リュウタがいないと無理なんだよ。それは俺の守備範囲を超えてるよ。それだと毎日送り迎えするってこと？うん。
できないできない。そんなの彼氏でもできないよ。じゃあ結婚して。もっと無理だよ。なんでよ。話聞いてた？俺彼女できたんだよ。だからマナにはもう構えない。じゃあ私はどうなるの？このままじゃ襲われちゃうよ。話が前に進まないね。とりあえずこれからは LINE もこんな頻度で返せない。自分で頑張ってほしい。好きだって分かってたよね。ん？私の気持ち気づいてたよね。まあ確信は持てなかったけど、そうなんだろうなとは思ってたよ。それなのに彼女作ったの？私が好きって知ってて他の女を好きになったの？それってどういうつもりなの？俺はマナを好きになれなくて、カホのことがずっと好きだった。酷かもしれないけど、ただそれだけのことだよ。カホ、あいつが泥棒したのね。その認識は違うよ。だってそいつがいなきゃ私とリュウタは付き合ってたよ。じゃないとこんなことなってない。たとえカホがいなくてもマナとは付き合ってないよ。じゃあね、これ以上続いても無駄だから切るね。さようなら。後日談。こんばんは、リュウタです。翌日からマナはクラスの人たちにカホにリュウタを略奪されたと言いふらしてました。しかしすぐにみんなの前で事実を伝えると評価が逆転して、マナが批判の的になってしまいました。そしてこの事件からマナがバイトしてたことが先生にバレて辞める羽目となってしまいました。ただ怖いことにその店のスタッフにはいなかったのです。おじさん社員など。エピソード募集。ご視聴ありがとうございました。今回のエピソードは白王さんからいただきました。白王さん、ありがとうございます。なんか最後怖かったんですけど、これも実話ですか？実話というか、あくまで噂です。提供いただいた方の調査ではそんな人いなかったと言われました。しかしもう辞めてしまったり、セクハラをしたりなどして飛ばされたかもしれないので、真実は闇の中らしいのです。怖すぎます。相手の気を引くためにここまで嘘をつけるなんて。愛ですね、愛。かなりの偏愛ですけどね。皆さんの中でも偏愛を経験された方、コメント欄にてお待ちしてます。よろしくお願いします。